ベローナは1942年浸水のイギリス海軍の軽巡洋艦、ベローナ級1939年11月30日帰港1942年9月29日浸水1943年10月29日竣工、最初ベローナはイギリス海峡で活動した1944年3月15日から16日の夜ベローナは 駆逐艦と共に WP492 戦団を攻撃しようとしたドイツの S ボート部隊をランツエンド沖で迎撃し S ボート S-143 を撃沈した1944年6月ノルマンディ上陸作戦に参加オマハビーチで上陸作戦を支援したロシアに向かうベローナの環境からの写真1944年7月 ノルウェーのカーフィオルドにいたドイツ戦艦ティルピッツに対する空母フォーミダブル、インドミダブル、フューリアス搭載機による攻撃作戦に参加。7月末には再びイギリス海峡に戻り、8月6日には駆逐艦ターター、アッシャンティ、ハイダ、イロコイと共にドイツ戦艦を攻撃して大損害を与えた。1947年に取られたベローナ。 1944年12月、ソ連に向かう船団 JW62 とソ連から戻る RA62 の護衛20時。また、1945年2月にはソ連に向かう JW64 船団とソ連から戻る RA64 船団の4月には JW66 船団と RA66 船団の護衛に加わった。 1944年1月12日から13日の夜、ベローナと従順洋艦剣と駆逐艦4隻は、ノルウェー沖でドイツの戦乱 k 三 s 3 5 7を攻撃し、大損害を与えた。1945年1月11日から12日に、かけての夜、ベローナ、従順洋艦ローホーク、駆逐艦、オンスロー、オーウェル、オンスローとは、ノルウェー沖で、 ドイツの戦団を攻撃3隻中2隻を撃沈した他ごえの艦艇のうち1隻も撃沈した。戦後はニュージーランドに対応された。1956年にイギリスに戻り、1959年解体。ありがとうございます。